それならエヌギアの電波が届かなかったり女神化できないのも納得できるね。ちなみにどうやってこの国に来たんだ？飛んできた。それが、ま、お姉ちゃんが拾ってきたゲーム機を直そうと思って試しに電源ボタンを押したら、なんだかすごい渦に引き込まれて。渦か。どう考えてもそいつがワープの原因だよな。そうだ、ずっと気になってたんだけどさ、ここって視野が感じられないんだけど。そりゃここには人がいないからな。そうな、もしかしたらまだどこかにいるかもしれないけど。そっか、だから視野が全く、だからシェアクリスタルで女神化してけど、シェアクリスタルなんて珍しいもの。どこ、たまに落ちてるんだよ。え、シェアクリスタルって落ち、ああ、ありえません。だって目には見えないシェアエネルギーを凝縮したい。そうだが、何かおかしいか。シェアクリスタルの製造には莫大なシェアと、それを結晶化させる特殊な、以前犯罪神と呼ばれる敵と戦った時に各国にいる教祖の皆さんがシェアクリスタルを作ったんですが、4つ作るのがやっとでした。なのにそれが落ちてるなんて。へえ、実は俺もなんでシェアクリスタルが落ちてる。つまり娘にとっては一時的にシェアを得られるちょっとしたレアアイテムってか。そうそう、そんな感じそんな感じ。だから切らさないように。すごい、こんなにたくさんの。で、情けないことにこいつがないと何かができないから、いつも仲間たちが探してくれるんだよ。仕方ないさ。それに頼れけど、これからは安心していいよ。たとえ女神化できなくても勝利。ああ、期待してるぜ。よし、それなら相当。あ、ネプギア、もっ、うん。本当、まさか。けどさっきのプラネテューラか、初めて聞いたはずなのに。でかっ、そう、それそれ、でっかいのとか。名前か。そういえば君も正体とかもわからないんだよね。ああ、あいつが町を破壊するせいでこの国の町はもうほとんど残ってないんだ。それにあいつに破壊された場所は土地ごと町が消滅しちまうんだ。そのせいで。何それ、めっちゃヤバいじゃん。それだけじゃねえ、俺が実際に見たわけじゃないんだが、あの国を滅ぼしたのも合わせて。あんなのが4体も？もしかして私たちものすごくヤバい場所。ないのは仕方ないよ。材料があれば後で作ってあげるから。今はやだー。ちょっとお姉ちゃん、こんなと。なあ、さっきからずっと思ってたんだが。そうだよ、何を隠そう、私がお姉ちゃんなのだ。マジかよ。よく言われま、お姉ちゃんこんな性格だし私の方が大きいので生まれてくる順番が。けど普段はこんな感じでも、いざという時はとっても頼りがいがあってかっこいいんですよ。へえ、世の中には不思議な姉妹もいるんだな。なんとなくここが海の向こうの大陸だってことは分かったんだけど、どうやって帰ればいいんだろう。
今の私たちじゃ飛べな。となるとまずは船探しからだね。まるで名作 RPG の第一作目みたいです。突然いなくなってピースーさんたち心配してるかな。けどさ、どういうこと。うずめだよ、うずめ。記憶もないのに一人でずっと帰るにしても、うずめの手伝いをしてから。そんな気遣いは無用。あ、うずめ、帰れる場所があるならさっさと帰った方がいいぜ。けどさっきはさ、初めて自分以外の人間、あて女神の俺が言うのもなんか変だな。まあ自分以外の人と話ができて、それで一緒に戦ってく。だがな、元は俺とあいつの喧嘩だ。関係のないお前ら、俺の国のことは俺が何とかする。女神として絶対にだ。でも下からには放っておけないよ。だってずっと一人で戦っているなんて。別に悲しくなんてないさ。あの、一人で戦っているって他に女神はいないんですか。ああ、ここにいる女神。じゃあ女神じゃなくても一緒に戦ってくれる人は。残念ながら俺以外に戦えそうなやつはいい。じゃあなおさら私たちに手伝わせてよ。一人より二人、二人より三人だよ。お前らが戦えることはさっきのでよく分かった。だが無関係なお前らを巻き込むなんて。無関係なんかじゃないよ。だって私たちとも別に俺はお前らのこと。ツンデレ一丁いただきました。娘さん、一つ提案が。私たちが帰るまでの間。はあ、帰るまでって。だからそれは危ないからさ。そこなんです。全く見知らぬ土地をさまようこと。どこに船があるかわからないし、それにさっき戦った大きいのだっていつどこに現れるのかもわからない。それにもし狙われでもしたら私とおね。何がいい。知り合ったのも何かの縁ですし。なるほどな。俺はお前らの帰る方法を探すのを手伝い。そのそのネズミよ。一石二鳥のナイスアイデアだろ。しゃあない、どうせ言っても聞かないだろうし。ここはギアッチの提案。はじめさん、ただし帰る手段が見つかったら死の子の言わず速攻で。ここでもないかな。どうしたのお姉ちゃん、さっきから。さっきの戦闘で汚れちゃったからお風呂に入るか。そういえば私も結構汗かいちゃったし。お風呂。くんくん、別おや、汗臭いかもって言ってたから試しに匂いを嗅いでやっただけだわ。けど安心しろ、汗臭いどころかシャンプーのいい匂いしかしないぞ。ああ、逃げも隠れもするが嘘だけはつかないのが俺だ。よかった。うずめがネプギアのフラグを建築しているけん、まさかネプギアが異性じゃなくて同性に攻略され。お姉ちゃん、なんだかネプギアの将来が不安になってきたよ。お姉ちゃん、変なこと。だってネプギアったら頬をあからめて、しかも上目遣いだったんだよ。だからそれは恥ずかしかったからで。相変わらずネプ。もうおずめさんのせいでもあるんですよ。わりわり。そういえばおずめはどうしてここに。ああ、風呂かシャワーを探してるんだろう。さすがに風呂はないが、シャワー代わりならあるから教えてやろうと思ってさ。あるの？ついてきな。うひゃー。だろう？運動。うん、当てっけど屋上の給水タンクに穴。まさに生活の知恵ならぬ。ここの生活も長いからな。せっかくだし
うずめも一緒にしょ。あー、なんで？いや、それに関しては慣れてるから抵抗はないんだが。わかった。人前で裸って…図星みたいだね。断じて今まで一人だったから他人に自分の裸を…わあ、全部自分で言っちゃった。そうだ、私かっこよく服をバッサーと脱いで、かっこよくシャワーをバッシャー、誰もいないハイビルの屋上で裸でシャワーを浴びてたら、お姉ちゃん、仕方ねえな。嘘、うずめさん、ね、おお、うずめ男前。え、うずめさん、このくらい恥ずかしくもなんともないぜ。なんか、いや、でもなんでお姉ちゃんは、確証はなかったんだけど、初めて出会った時からかっこいいことにこだわってたからかな。そう言われてみれば、てか、ギア、そうだよ、ネプギアも着ないよ。で、でも、その…お前はそっちか。何言ってるのさ、ネプギア。お、それに、こんな街中で裸になるなんて、ね、そんな経験はできない。よし、ネプチ、こうなりゃ、ギアッチを脱がせるぞ。やだ。大丈夫だ。いや、にしてもみんなでこうして、じゃあさ、せっかくお風呂で背中流し、そうだね、ねぷっち、じゃあ早速、そ、ねっきゅい、だけど終わったらきっと何かわかるはずだよ。おお、さすがネプギア。おーす、ネプチ、そりゃあもうプリンの海にダイブする夢を見るぐらいぐっすり眠れたよ。している最中だけど終わったらきっと何かわかるはずだよ。ネット上に使えそうな情報なんてあるか？ほとんどが断線してたり。確かに娘さんの言うようにひどい状態でしたが、公的機関や協会のサーバーはまだ、地図データもそこで見つけたんです。それ、そうだ、発揮じゃなくて調べていて見つけたんですけど、この BBS 掲示板って娘さんのですか？今ハッキングって聞こえたような。そう、気のせいじゃないかな。で、掲示板ってのはどれだ？これのドリーム BBS っていう掲示板です。スレッドはほとんどが安否確、見た感じフリー配布のスタイルシートをそのまま使っているんでしょうか。どれどれ、生きてるやつ挙手。のちのち。